こんばんは、入山亜希子です。12月1日木曜日、入山亜希子のつれづれ日記。今日は池袋テレビ収録を終えて、夕方からはバンドリハーサル。年に一度集まってくださるザンザバンドの皆様と、先日山口県でもご一緒した方、今回久しぶりにお目にかかれる方、やはり音楽を愛する皆様が集まっと、和やかに、そして音合わせの時には真剣に音合わせを終えることができました。最近は朝から夜遅くまで時間を目いっぱい使いながら様々なことに取り組んでおりますが、早寝早起きの習慣は未だ続いているため、夜は少し眠気が襲うような、そんな毎日です。明日から2日間1泊2日で山口県に行ってまいります。阿武町のお祭りのゲスト出演です。初めてゲストお招きいただきましたので、出会いを楽しみにしています。それでは昨日の Facebook コメントをいただきました皆様、ありがとうございます。辻明子さん、連日お忙しいですね、体調管理しっかりなさってくださいねといただきました。本橋照治さん、大和の歌祭り行かれる予定だったそうですが行けなくなったというお知らせをいただきました。沖島晴美さんです。たくさんのスケジュール、お体ご自愛くださいといただきました。かわいいアバター、ハートがいっぱい出てます。笠原茂人さん、新潟からの、気温がぐっと下がって冬本番の寒さになりそうですと書いてあります。加藤翔司さんです。夜遅くまでお仕事お疲れ様ですといただきました。金崎真紀子さん、ブラジルからです。たくさんのスケジュール大変ですね、今日も元気と笑顔でご活躍ください、嬉しいです。満月照夫さん、心配してくださってますね、比較的元気です。夕方から夜遅くになってくると電池が切れるように、リセットしながらまた電池交換をして翌日頑張っています。伊藤明美さんです。懐かしい俺にとってメンバーの集合写真に乾杯と書いてあります。あ、そうですか、たくさんね歌手の方お世話されてるので。長塚雅彦さんです。まあさんからは、昨日も一日お疲れ様でした、素敵な一日になりますようにという朝からのコメントでした。原健二さんです、おはようございます。岩上さんです、ハードな一日お疲れ様でした、着物はもちろん私服も素敵に着こなしてますねといただきました、ありがとうございます。そして駅中信夫さんは、芝生もよろしくお願いしますと、素敵な花の写真をいただいています。篠木真由美さん、グッドグッドグッドのスタンプ、マリリン原田さんもスタンプ、こちら海外の方、お疲れ様でした、幸せに過ごしてくださいとあります。重信陽子さんです、可愛いスタンプです。塩田さん、オッハー、先生方の仕事が軽減されるようにみんなで考えましょうはい、大和さんです、豪華メンバーですねといただいています。すごく豪華でしたね。西山秀子さんです、西山さんも動画が早いんですよね、おはようございますとメッセージだけ残してくださいました。阿部明さんもスタンプ、二見康美さんもスタンプ、柴谷富子さんです、たくさん文章書いてくださいました。12月4日近づいてきましたね、
皆様と一緒に、お目にかかれることを楽しみにしていますよ。頑張れ、あきこちゃんと括弧で書いてあります。林田幸子さん、スタンプありがとうございました。頑張ってくださいというコメントもありますね。頑張ります。金崎義恵さんです。ブラジルからです。毎日忙しいスケジュール、元気頑張っておられますね。健康に気をつけてとあります。田中幸恵さん、長時間お疲れ様でした。車の運転ですね。阿部晴美さん、最前列でバッチリ見ていました。やっぱりお綺麗でした。そうか、阿部さん来てくださってたんだ。嬉しいです。中垣さんはまたなと書いてあります。牧野明光さん、忙しい中いつも文章をしっかりと書いてくださってありがとうございます。最後の一文が気に入ってます。舞い上がれ、ファイトです。夏木和美さん、23日よろしくお願いします。こちらこそです。楽しみなライブです。歌う方もお客様も楽しめると素敵ですね。生駒正治さんです。スタンプです。森沢隆さん、FM845 収録、カラオケ55、テレビ収録、お疲れ様でした。とあります。アメブロです。千葉県出身、田舎町さん。ホット歌謡曲、ホットメッセージ聞いていただいたようですね。ありがとうございます。さあ、そして YouTube にお返事です。ふぶきさくらさん、北岡ひろしさんの歌好きですよ。ねえ、いい歌が多いですよね。女性より色気があります。間違いないです。はい。黒沢由美さんです。素敵ですね。大和行きたいなと書いてあります。お仕事が大変だから少し落ち着いて見に来ていただくといいですね。入山子施設応援隊さんです、昨日はラジオ出演、そして大和市のゲスト出演お疲れ様とあります。ありがとうございます。両銀香織さんです。連日お疲れ様です。体調にお気をつけて任務遂行してくださいね。ありがとうございます。さあ、それではいよいよ明日から2日間山口県です。そして帰ってきて翌日は入山明子15周年のコンサートです。楽しみながら舞台に立てますように、体調管理もしっかり行っていきたいと思います。それではおやすみなさい。